ちけえな土星。土星が近い。このサイズで土星近寄ってたらもう地球終わってるんじゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回プロ vs アマチュア D マイキーが来ました。自然な木の神様なので周りの草の描き方を教えてもらいたいので木の友達です。木の友達そうですね。草を描きましょう、yeah! 頑張りましょう。草描きます。でけえ。なんかドラゴンボール Z キャラクターのスーパーサイヤ人のスーパーサイヤ人が地面にいましたね。小さいサイバーマンでした。サイバーマン。サイバーマン。おお危ない。いやいやいや、サイバーマンじゃない。サイバーマン。英語版だとサイバーマンになりました。後悔します、うん、これいらない。いやいやいや、でもスーパーサイヤ人。チュ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 、それ大事ですね。そう、サウンドエフェクト、それをやりながら自然な草になりますね。なしますね。はい、終わりです。早い。おお、草です。早いよ。ではトニーお願いします。鉛筆に戻るんですか。そうですよ。恐ろしい作戦だな。ちょっと恐ろしさがどこにあるのか分かんないけど。あ、分かった。ずっと自分のシンティークはずっと。これやってます。座ってる。そう、なでなでしてる。 No 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 no、これがじあのよしよしよし、いいタブレットだな。ブラシサイズとかタッチパネルがついてる。あれ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 、まあまあ大きいな。なジェットパックもついてます。ジェットパック。ジェットパック。ジェットパックの虫。ジェットパック虫。そうです。しないの。今回のテーマからだいぶそれでは。そう、宇宙から来て。宇宙から。そう、アースがすごい美しいナックスがあります。だから今もでももう地面についてるのに、もうなんでもうこの角度だとさらに地面に入るんじゃないですか。いやいや、ちょうどこのところでスポンジがある。あ、浮いてたんだ。そう、地面に到着できたと思った。 That's where you guessed and were wrong。 ちけえな土星。土星が近い。このサイズで土星近寄ってたらもう地球終わってるんじゃないですか。そう、最後の最後エンドストーリーですよ。エンドストーリーだって。宇宙から来てるやつ。あと結構火が熱そうですよね。熱い。熱いんだ。でも宇宙人からだと全然大丈夫ですよ。あ、そうなんだ。完成です。そうだろう。イエーイ、まあ、これちょっと砂漠に草生えてきた感じじゃないですか。はい、どうしよっかな。まあ大体同じ感じじゃないですか。ジェットパックとか。ジェットパック。ジェットパックはいらないな。一番前に葉っぱを。そうですね。奥行きとか、うん、そのパースを考えて、少し手前と奥みたいなやつを作った方が絵的には良いので、やり方はちょっとデジタルじゃないとやりづらいんですけど。デジタルのみの。はい。スポンジ。スポンジ。スポンジじゃない。ああ、やっぱり虫が。スポンジではない。虫。ここから出てるじゃん。おお。違う。あんなでかいやつ見たくね。なるほど。湖ですか。いや、草の影の、まあ後でちゃんとなると思うんで。最初から草だけじゃなくて、もういろんな種類を入れようとして。そうですね、これは影なんですけど、向こうにいっぱい草が生えてて影になってるっていうのを先に作ってやってる感じです。なんで後からどんどんいろいろ、なんでこれその消したり書いたりを繰り返すんで、アナログだと結構大変なんですけど。上からペンを使うのはこっちの方が楽です。角度変えてやる方が。うん、黒い線を下まで書くとなんか重なっているように見えますね。そうですね。そういうのも考えてやる感じ。じゃあ作戦として白で何枚も
書いて、で黒いペンで重ねさせて、ここにある草を黒にして、うん、手前にあるやつを白にしてっていうイメージでやるんで、はい、まあ、ちょっと今順番的に先に黒やれば終わったなと思ったんですけど、黒の奥を先に描いた後にこの白で抜くっていうのをやれば手前と奥が一気にできるので、うんうん、あ、漫画はモノクロだからこういう作戦で重なってるように見せられるんですか、はい、まあそれもありますけど、でも職場によってはこういう描き方じゃない描き方の方がいいっていう場合もあるんで、うん、絶対これでいいってことはないんですけど、うんうんうん、これデジタルでやる上では僕はこれで描くの便利だなと思ってるんで、うん、はい、そうやって描いてますね、うん、写真みたい、うん、本番のそのアシスタントとかだともうちょっと丁寧にやりますけど、大体やり方はこんな感じ。不思議な曲線じゃない形はどういうものですか、うん、奥にあるまだちっちゃい草とかも隙間から見えてる感じ。黒い草と白い草はどういうことが起こってるんですか、これ太陽が当たってるもあるし、単純にこれより後ろにありますよとか、黒いところと白いところのバランスとかを考えて、この辺が黒い方がいいなとかは考えながらやります。正確に草いっぱい描いたっていうよりも、はい、気持ちで草がいっぱいあるように見えることは大事ですか、ね、そうですね、印象として、まあ、草いっぱい生えてるところを描いてますよっていう風に見えるようにしないといけないかなと、うん、まあ、漫画の現場だとその先生のオーダーがあるので、うん、それに合わせて描きますけど、で今は遠くにある、そうですね、本当に写真みたい。皆さんちゃんと漫画の背景見てますか、こんなに苦労してくれてますよこんな感じですかね。すげえ、一つの道具だけで写真を作ったんだ写真じゃないけど、すげえ。では比較タイムです。最初はうわ、スーパーサイヤクザ。素晴らしい。これは私のイメージで、まあ、いつも描いている草です。なんか誰かの腕を拡大して毛をすごいアップで見てる。じゃあまあまあ太い毛ですけど、うん、そうですね。そしてトニーのまあ一応草も入ってるんですけど、メインポイントはこの虫だったよね。そう、うん、すいません。まあ私の形よりもちゃんとこういう小さい束に集まってますね。ありじゃないですか、こういうような。いやもうだってテーマの草よりも土星と虫とスポンジが目立ちすぎて。そうですね。そしてこれやばい写真、手で写真は作れるんだって、うん、まあ、とっても感動しているのがこういう白い草と黒い草を混ぜても両方草だって見えますね、うん、これが白いのにこれが全然真っ黒なのに、なんで両方草だってまだ認めますか。影と日の当たってる草との関係なので、その、うん、まあ、別に不自然ではないし、うん、単純に明るいものと暗いものって空間を感じれると思うので、それで多分認識する感じじゃないですかね。なるほど。あと多分になんか上からなんか雲とかあるじゃん、はいはい、そうちょっと影とか作ってます、ね、これ小さいところはどういうものですか、はい、まあ、葉っぱだったり、あとなんかその先端になんかできる草とかあるじゃないですか、うん、そういうののバリエーションを作ることでその不自然じゃなくする、うん、そうですね、いろんなバラエティ入れた方が自然さが、はい、上がりますね。簡単な改造だと簡単な改造そもそもこれの問題点は設置してるところがもういきなり何もないゼロになっちゃうから、うん、ではなくて一応まあ下もちゃんとあるんだよっていうのを分からせないといけなくて、いきなり草一本の周りが土ではないので、うん、まあ、例えばこういう入れ入れてこれぐらいは描いといて、まあ、こういう感じにすると、まあ、一応まだその土じゃないよっていう感じには見えるし、あ、黒目の草を入れるとかするだけで少し絵にバリエーション出るんで、そうです、
一応応急処置としてはそれぐらいかな。うーん、これをいっぱいバーって書けばまだ草っぽく。うーん、そしてトニーの絵も何か簡単な、トニー根本的に違うからなまあシンプルに言うとこの草は大きくてこっちの方がちっちゃいんで、まあ遠近としてはできればでっかいのを手前に持ってきた方が大きいの前でちっちゃくなっていくみたいにした方がいいんですけど、そのやっぱりとにもまあ近いんですけど、さっきのとこの何もない空間があるから、うん、こういう草がないところそこをちゃんと見せないといけないかなって感じで、草ってデコボコしてるんで、うん、遠くで一直線に見えるけど少し手飛ばしながらこう引くみたいな、うん、はいはいはい、アウトライン取ればこのラインはまだ草っぽくなるかなって感じですね。でここも豆腐じゃねえやスポンジそう、まあ、豆腐もいい、スポンジがここに置いてあるとしてもここら辺が全部草だったらやっぱここにも草が来るはずなんで、そうですね、ここに描いたりして、まあ、僕だったらこの手前は全部白いというか、まあ、こういう草描いてこっちをあの黒い草にするとちょっとまあ手前と奥ができていいかなって思います、うん、いいアドバイスありました、ありがとうございます、ありがとうございました、お待ちしました、マイキーでした、ありがとうございます、最後のテンションがマイキー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 もう疲れてるからレッツゴーできない、うん